ていうのも用意するのもいいと思うんですけども、それでなければシンプルに1つでやっていって、テストテストでですね、売れるものを改善していく方がいいかなと思います。で、海外投資ですね、食品とかですね、安定して硬いものどうでしょうかと、あと農業とかどうでしょうかってことなんですね。堅実で硬い、この方はですね、ご相談いただく方は安定した投資を目指していると、投資できるものを目指している。まあ、農業とか、食品だったらですね、僕も韓国の方でですね、限定してですね、まあ、ファンドを作ってやってますので、もし、しっかりですね、堅実に収益上げていきたいということであれば、公式 LINE の方からですね、ご連絡いただければと思うんですけども、なかなかこういうものは多くはないんですよね。やっぱりその環境、まあ、現地のことをわからない日本人がですね、例えば中国、韓国、現地のことを、ローカルのことをですね、そこまでわからないということと、実際住んでなかったりしますので、まあ、そういう人が出す情報というのはちょっと疑った方がいいかなと。まあ、実際僕の、パートナーのようにですね、もうずっと何年もですね、